小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。どうよ、土を司る独身いう神さんが支配する機関や、土を動かす犯すことはしたかん言うて言われとる機関やよ。八仙、雨が多い期間言われとってな、嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、義経なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の絵とは水の絵ね。水の絵もね、ネズミもどっちも用の水や、境に音用五行の流れは良くも悪くも勢いを増すいう日はや。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。